ご視聴ありがとうございます。ミニ四駆レッツ&ゴー、パワーワールドグランプリ2、いよいよ最終パートとなります。世界グランプリ第2回大会を制するのはどのチームか。それでは最後まで、ゆっくりしていってね。いよいよファイナルレースという話から、最終話は始まります。5カ国対抗レースということは、今回も走れるのは2人だけなんですかね？不正ができない正義の阿弥陀くじ。あれをもう一度は嫌だ。最終戦の選抜メンバーを選ぶため、土屋研究所へ向かいます。最終話のタイトルは、対決？ビクトリーズ。選抜メンバーを決めなければいけないのでパターン的に、多分レースで決めるんだろうな。やはり最終戦はドリームチャンスレースと同じみたいですね。ドリームチャンスレースに勝利後、最後に優勝決定戦。あ、阿弥陀くじじゃなくてよかった。この自信よ。なるほど。つまりレースして勝った二人が出場選手ということですね。コースも直線カーブ複合と、最もバランスよく速いマシンが選ばれる形になりそうです。バラバラにセッティング？あ、ここで誰を自分が使用するか選べるんですね。まあ、迷いますがやっぱりゴーかな。主人公ですし。さて、パーツの変更やセッティングは終えました。いざレースへ。それでは選抜選手を決めるレース。スタート。最初のセクションはほぼストレート。爆走をうまく使いリードを取りたいところ。よし、ここでトップに躍り出ました。このままリードした状態で第2セクションへ。第2セクションはテクニカルコースとは聞いていましたが、これほどとは。短いストレートで爆走発動。思った以上にゲージが余っているので、カーブでも無理に使用していきます。第3セクション。第3セクションは複合コース。緩やかなカーブが前半続き、終盤は直線コースとなっています。適宜爆走を使用し、さらにリードを開きます。リードした状態で最終盤、このままトップの状態をキープして、ゴール。選抜メンバーになったのはゴート列。やはり締めはこの二人に決めてもらいたい。トウキチ、無印の頃から本当に成長しましたね。ジェイ、リョウ、みんなからのエールも受け選抜メンバー決定。最初のイベントは終了。これからサブイベントをこなしていきます。その前にまず、選抜レースのチーム分け発表。アイゼンボルフ、アストロレンジャーズ、ロッソストラーダ、レバンクール。ドイツのアイゼンボルフはストーリーに出てこなかったので、今回が初対戦になりますね。監督なのに、アドバイスなしなのか。まあレース展開が予想できないのは仕方ない。え？頑張って全勝できたのにポイント差がないの？つまり次のレースで勝ったら優勝ということですね。お、オプションパーツゲット。さて、
ここで一つお知らせ。というか懺悔です。先ほどの選抜選手を決めるレースですが、ドリームチャンスレースの時同様、ゴート列に参戦して欲しかったので、実は他のメンバーはオプションパーツを外すセッティングにしておりました。ビクトリーズのガチレースを期待していた方には申し訳ないです。すみませんでした。レッツ&ゴーという作品のゲームである以上、最終戦はやはり、ゴート列、マグナムとソニックで挑みたいと思ったのでこうしました。普通にやったら J がマジで早かったんですよほんと。ガチレースを期待していた方には、重ね重ね申し訳ございません。さて、懺悔はここまで。セイバ兄弟に最終戦頑張ってもらうため、サブイベント攻略に向かいます。多分、このゲーム最大の難関、誠くんのクイズです。20問を60秒で回答。1問でも外せば終了のクイズです。この辺は簡単ですね。記念 T シャツを着てる子？いやいやいや、誰だよ。そして悪い顔してる誠くん。クイズは何度もできるので再挑戦。最終話のサブイベントはしっかりクリアしようと思いましたが、誠くんのクイズ、マジでむずい。ゲーム内外の細かな情報を覚えてないと解けない。しかも20問連続正解しないといけないとか、やばすぎる。悪い顔しすぎでしょ。何度も何度も挑戦してようやくうまくいきました。それでは本番どうぞ。公園の遊具なんて覚えてない。サイン、誰？第三元。光るって誰やねん。太鼓？布団の柄だと？これはラー。クスコの X。裸踊りの校長。頭から道路に落ちた。チーコが大量保持。指輪をなくした。エジプト代表。研究員は覚えてない。その弟なんてわからん。メンバーじゃないとかいうフェイント問題やめて。これはミシェル。入れ替わったのはジェイ。記念 T シャツの子は結局誰だっけ？え？六千、フランスだっけ？これはジュリオ。ようやくクリア。何十分クイズさせられたことやら。全問わかる人はいますか？私はもう覚えていませんよ。レースアイテムも無事ゲット。今回のレースアイテムは、爆走ゲージを回復させてくれるものなので、何が何でも獲得しておきたかったんですよね。さて、誠くんの難問クイズも終えたので、もう一つのサブイベントへ向かいます。高場山に来ると、レッツ&ゴーマックスの主人公、ゴーキが登場。そういえばマックスの1話でレースしましたね。お、レツヤも登場ですか。兄弟揃って口が悪い。それではサブイベント、一文字兄弟との、野良レース。スタート。レースは3周。ただし必殺技は打てません。第1回世界チャンピオンとして、ビクトリーズ全員が一文字兄弟に勝たなければいけません。おお、マックスブレイカーが追いついてきましたね。一瞬ビートマグナムかと思いました。グラフィックが似てるんですよね。よしよし。2周目終了時点でビクトリーズが1位から E まで独占。もはやリードは圧倒的になったので倍速。はい、ビクトリーズ全員が無事勝利。今日はマックス終盤でレースしましたね。おお、オプションパーツゲット。そういえば、南とセイバレツは同じ声優さんでしたね。初めて南の声を聞いたとき違和感がバリバリでした。さて、レベル上げをしようと思ったら、え？ジロウマル、ミニ四駆が遅いせいで振られることになるとは、やはりジロウマルに彼女は早かった。さて、
最終話のサブイベントも終えたので、最終戦に向かいます。最終戦はホームグラウンド、富士の湖サーキットでのレース。第1回大会も最後は富士の湖サーキットが会場でしたね。最終戦前のステータスはこんな感じ。出場するレッツトゴーに、ビクトリーズの命運を託します。さあ、5カ国対抗レース、いよいよスタートです。それでは5カ国対抗レース、レディー、ゴー。スタートと同時にアストロレンジャーズが必殺技パワーブースターを発動させた。嫌な予感がするのでこちらも爆走をしよう。スタート直後に離されるわけにはいきません。よし、爆走ゲージは使い切りましたがなんとか追いついた。現状、爆走ゲージを使い切ったビクトリーズと、スタート直後にパワーブースターを使用した、アストロレンジャーズの2チームがトップ争いをしている状態。さすがバックブレーダー、アクティブサスペンションのコーナーリング性能がすごい。よーし、ここでゴーがトップに躍り出た。よしよし、なんとか第1セクションはゴーがトップで通過。このままリードを保ちたいところ。え？エネルギー回復？嘘でしょ？サテライトキャノンかよ。バッテリーの回復とか、インチキにも程がある。あ、SEC って、サテライトエネルギーチャージャーの略だったんですね。1レースに2度の必殺技はすごいというよりずるい。第2セクションに入ったことで爆走ゲージは回復しています。要所で使用してこのままリードを保っていきたいところ。よーし。とりあえず回復した爆走ゲージを使い、1位と2位を独占できました。まずはこのリードをキープして第2セクションは突破したいところですね。うん。今のところはゴート列で1位2位を独占。徐々にリードも広がっているといったところですね。第2セクションもリードした状態で通過。そして最後の第3セクション。最終セクション、序盤は直線が多いので、一気に爆走を使います。爆走ゲージを使い切ってもこちらには切り札がある。行くぞ。よっしゃー。苦労して手に入れたレースアイテムを使用。爆走ゲージ回復。ついでにダメージも回復。あれですね。アストロレンジャーズのサテライトエネルギーチャージャーがずるいと言いましたが。やってることは一緒という。何はともあれ。爆走ゲージを最大まで貯めました。あとはタイミングを見て必殺技を打つだけ。さあ、レースは残りわずか。トップのマグナムはさらにリードを広げるために。ここ一番のタイミングで必殺技を打ちます。もう少し。ここだ。最後の超ロングストレート。ここで一気に勝負をかける。マグナムダイナマイト。おーおーおー。カットベー。ビートマグナーアーム。あ、これはアイゼンボルフの必殺技。ツバイラケイテ。ツバイフユーゲルじゃないんですね。ドリームチャンスレースのように抜かれるわけにはいかない。カルロもここで来た。去年は最終レース第2セクションを、この走りでトップになりました。他チームの必殺技を見ている場合じゃない。バスターソニック、バスターターンだ。来た。このレース2度目の必殺技。アストロレンジャーズのパワーブースター。この順位のままいけるか？最後はレバンクール。最終ストレートで全員必殺技発動。リードを守りきれるか？え？うお、最後これ、あれ？どうなった？結果は？
ギリギリ。ギリギリですがワンツーフィニッシュ。最後抜かれたかと思ったので焦りました。何はともあれ。これで5カ国対抗レースの A ブロック代表になりました。残すは優勝決定戦。B ブロックの勝者との直接対決のみです。ほんとヒヤヒヤした。絵画、やられた？エジプトの、エンシェントフォース。最終レースはエジプトとですか？マシンを壊しておいて、正論を言い返してきおった。自らの汚点、失敗作？まさか？大神、グランプリ編では一度も出てこなかったのにここで登場するとは。へい。ミニ四駆の本当の楽しさ、かつて大神の元にいたからこそのセリフ。やはり大神？土屋博士気づいてたの？むしろ攻撃を仕掛けてこない方が考えられない。熱いな、へい。これが、最後のレース。最終決戦の前にセッティングです。第2話デラーと戦った時は、執拗に攻撃されました。果たしてこのセッティングで攻撃をくぐり抜け、エンシェントフォースに勝てるか。それでは行きましょう。ゴーのこのセリフ、土方霊には響きましたが、ラーたちには。ん？催眠術？まあ、体が入れ替わったりする機会があるゲームですからね。その程度では驚かんよ。それでは最終レース。スタート。かつてラーとレースした時同様、攻撃されるのはまずい。スタート直後に爆走を使い先行します。うん、まずまずの距離を空けられました。よしよし、ゴート列は先行できましたね。で、
あれ？一台クラッシュさせられてる？レース序盤も序盤よ。これはさすがにあかん。嫌な予感がするのでここで必殺技を打ちます。距離を取らないと危ない。とりあえずスピンバイパーは安全圏に行けま。あ、エボリューションがクラッシュさせられてる。現在無事なのは3台のみ。なんとかリードを保ったまま走らないと。あ、会場もバトルレースに気づきましたね。でもレースは止まらない。ソニックとマグナムは先行できているけど、スピンバイパーが怪しい。かなり攻撃を受けてしまっています。せめて爆走ゲージが残っているレッドゴーは、先行させます。あ、スピンバイパーもクラッシュさせられてしまった。しかしレースは最終セクション突入。リードはできているので、このまま最後まで突っ走るしかない。あとは頼むぞ、レッツゴー。よし、必殺技も使える。あ、エンシェントフォースの必殺技。は？テレポーテーション。ヌーアに言ってんのおぉ？嘘おぉ？やばい、こちらも必殺技を打つしかない。頼むぞマグナム。マグナムダイナマイトおぉ。続けソニック。バスターターン。よーし、ラーを抜いたー。このままゴール。最終戦は、ビクトリーズのワンツーフィニッシュだー。って、あれ？大神、悪あがきがすぎるぞ。ミハエル？ブレット。カルロモ。リオン。ユーリ。ホアン。ディアナ。カイ。グランプリチームのエース全員集合。ピラミタルスフィンクスの暴走が止まった。ということは。大神の野望ここに崩れる。勝利後の走り、まさにウィニングラン。エジプト代表、エンシェントフォースを利用した大神の野望も打ち砕き、日本代表、TRF ビクトリーズが連覇で、第2回大会は幕を下ろしました。さて、これにて今作は終了となります。ここまでご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございました。世界グランプリの第2回をテーマにした今作でしたが、劇場版に登場した、リオンとガンブラスターのチームが参戦したり、バトルレースをしなくなったカルロが描かれたり、いろいろと省略する部分はありましたが、キャラゲーとして非常に面白かったです。今回が人生初プレイでしたが、程よい難易度だったため最初から最後まで楽しめました。今回の動画では省略したミニイベントや、獲得できなかったアイテムもあるので、まだまだこのゲームで遊べそうです。やはりミニ四駆、レッツ&ゴーは最高だぜ。
この動画を見てミニ四駆や、レッツ&ゴーが面白そうと思っていただけたり、かつてやっていた方が懐かしいと思っていただけたら嬉しいです。そういった方はぜひこのゲームをプレイしてもらいたいです。マジで面白かった。それではここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。重ね重ねではありますがお礼申し上げます。あ、高評価やチャンネル登録していただけると、励みになるのでぜひお願いします。それではまた次回、何かの動画でお会いしましょう。またね。